3匹のクマ。昔々、3匹のクマがいました。森の中にある家で一緒に暮らしていました。大クマはとても大きく、中クマは中くらいで、小クマはとっても小さいクマでした。大クマは大きなお椀と大きな椅子を持っていました。中クマは中くらいのお椀と中くらいの椅子を持っていました。小グマは小さなお椀と小さな椅子を持っていました。春の初め、3匹は外へ出ました。森の中で遊びたかったのです。